皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。キングコング西野氏がちょっとした炎上になっておりますけれども、誹謗中傷で得た慰謝料を子ども支援に回すということで、これすっごいいい思いつきだな、俺って天才だなって思ったんでしょうけれども、弁護士やですね、各方面からどんどんツッコミを入れられている事態になっております。そもそも何を言ってるのかというとですね、誹謗中傷されているものを自分が探すんじゃなく、弁護士に勝てるネタを探してもらって、訴えて、慰謝料をもらって、それを全額子ども支援に回すということなんですね。一見すごい美談、正義に聞こえますけれども、各方面から突っ込みということで、まず実務的な話で弁護士さんが突っ込んでますけど、訴える費用の方がお金かかるんだと。それどうするのと。いや、だからその子ども支援に回すより訴える費用のお金かかったら支援に回すお金少なくなっちゃうじゃないですかっていう話ですよね。だからそれだったら訴える費用をそのまま、弁護士費用を直接子ども支援に回した方が子ども支援になるんじゃないですかと。まあ、例えばですけれども、弁護士費用50万かかりましたと。で、慰謝料をね、10万円取れましたと。ってことは、ね、マイナス40万だけで、まあ、向こうから弁護士費用取れるかもしれませんけれども、それは実費なわけじゃないですか。で、どうするんですか？で、それだったらわざわざ弁護士に50万払うよりも、その費用を子ども支援に回さないんですかっていう、まあ、最もまともな批判ですよね。それからこれがそもそもの多分大きな問題だと思うんですけれども、自分で探してくるんじゃなくて、弁護士が勝てそうなネタを探してくるというのは、これ、弁護士職務規定に違反するのではないかという指摘があります。これ、まあ、自分がね、何か悪いことをされて、これで訴えてくださいっていうんじゃなくて、弁護士がこれ、金取れるよねって言って探してきてどうですかっていうのは、これ、弁護士職務基本規定に違反する可能性が非常に高いので、そもそもこのアイディアが間違ってるというか、このアドバイスをした弁護士さん大丈夫ですかっていう感じで、いろんなツッコミを浴びていると。で、誹謗中傷、子ども支援、両方組み合わせたらまるで正義だよねっていうトリックなんですけれども、両方にとって全く実利がないということで、その組み合わせは面白いし、アイディアとしては面白いのかもしれませんけれども、正義に見えて実利がないということで、これはもうちょっとありえないかなという話ですね。で、誹謗中傷は別に誹謗中傷でしっかり訴えればいいと思うんですね。いや、忙しいから弁護士さんにネタ探して来てもらってとかじゃなくて、ちゃんとね、そのあからさまな誹謗中傷というのはしっかり訴えればそれはそれでいいわけで、で、子ども支援は子ども支援で別でやればいいじゃないですか。なんでそこをくっつけちゃうのと。で、しかもくっつけちゃったら弁護士に費用が回るだけで子ども支援に対してお金がいかないじゃないですか。両方とも正義っぽいことを組み合わせればさらに俺正義になるみたいな方程式が崩れてしまったのかなと、組み合わせ間違っちゃったかなということでございます。私は別にキングコング西野さんのアンチではありませんし、むしろね、素晴らしい、本当にビジネスのとか本当に素晴らしいんですよ。宮迫さんに、なぜ宮迫チームが悪いのかっていうのを解説してるとか、もう本当に素晴らしいビジネスマンなんですけれども、結局映画プペルが残念だったんですよね。映画プペルでもすごい、この映画はすごい、この映画はすごい、この映画はすごい、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 すごいって言って公開されたら、そうかな、残念だったなってことで、サロンメンバーがどんどん減少してしまって、結局その後ね、あれほどいろんなことで炎上とかで話題にもなってたにもかかわらず、映画プペルが失敗して、失敗って言っても、もちろんそのね、その売れ行き的には全然失敗ではないんでしょうけれども、その期待値を残念ながら下回ってしまったわけですよね。西野さん自体が言ってるように、期待値を上げすぎると結局その期待値を上回らないと結局残念に思われちゃうということで、映画プペルの期待値コントロールに失敗しちゃったわけですよ。決して悪い作品ではないですけれども、期待値上げすぎちゃったからそれを奪われなかったっていう失敗で、サロンメンバーがだーっともう、減少してしまって、その後大した話題もなく、久しぶりに苦肉の話題作りで、こうして取り上げられるだけ久しぶりに名前聞いたからよかったかなっていう感じですけれども、ちょっと非常に残念な感じではあるかなということです。
で、まあ、本当に私が本当にアンチで言ってるわけじゃなくて、いや、そんなことよりもその映画プール残念だったんだから、もうそれを巻き返していい映画を作ってあっと言わせればいいじゃないですかっていうことで、まあ、もちろんその、ね、映画だけをやってるわけではなく、いろんなことを、ね、同時並行しているっていう活動は素晴らしいと思うんですけれども、なんかちょっと、なんていうかね、2、3年ぐらい前、まあ、もうちょっとかな、4、5年ぐらい前の西野さんってもっと本当にアイディアが輝いていて、この組み合わせとこの組み合わせすごくない？みたいなものがあったんですけど、やっぱり映画プペル以来、なんとなく失速してしまって冴えない感じがあるのかなというところで、まあ、今回のも、まあ、組み合わせは面白かったんですけれども、まあ、実務上あまり意味がないということで、ね、何かいい映画でもいい絵本でも、そっちだと言わせて、ね、それで話題を作るっていうところがなくて、周りばっかりでいくら炎上しても、じゃあ本業なんですかみたいな話になっちゃうので、まあ、だからこそサロンメンバーもすごい減っちゃったと思うんですよね。私もサロンメンバー辞めましたけど、やっぱりなんていうか、その映画の直前ぐらいまでは、本当に素晴らしい、もう毎日素晴らしい記事を上げてたんですけど、まあ、映画の直前になるにつれて、映画がすごい、映画がすごいっていう映画の宣伝ばっかりの話になって、見に行ったらいまいちだった。いやー、もういいかな。あれだけ言って、あれだけ期待値上げて、この映画かよっていうことで、多分そのサロンのメンバーって2種類大きく分けていると思うんですけども、まあ、その本当に信者になっちゃってる割と情弱な人、それからそうじゃなくて、本当に西野さんのビジネスの本当に素晴らしいので、その経営者とかビジネスマンとか本当にそこの役立つ知識を得ようって言った人も入ってたと思うんですけど、まあ、そっちの後者の方、ビジネスので期待してた方が、まあ、どっと抜けちゃったのかなということで、まあ、なんていうかね、アイディアは面白いんですけど、もうちょっと精査して考えた方が、まあ、音声とかで、これ、まあ、音声のボイシーで言ったらしいんですけれども、どなただったかな、言ってましたけど、西野さんの文章っていうのは素晴らしいんだと、文章には全然隙がないと、ところが動画で言っちゃうと、なんかあんまりまとまりがなくてっていう、ひろゆきさんだったかな、言ってたと思うんですけど、文章で書けばちゃんとロジックが組み立てられて、ちゃんと推敲もできるので、そういうおかしなことって多分出てこなかったと思うんですけど、ペラッと喋っちゃうと意外と適当で突っ込まれちゃうっていう、まあ、そういうところも問題なのかなというところで、ぜひですね、私はアンチでもないので、いい作品を作って巻き返していただきたいなと、まあ、こんなことで話題になるのはちょっと残念だなというところでございます。このかさこチャンネルですけれども、まあ、時事ネタやネット炎上ネタ、それからテレビの番組の解説などを、取り上げておりますので、あえてテーマを絞らずにいろんな話題を取り入れてますので、さまざまな話題を仕入れるためにぜひチャンネル登録していただければなと思います。